大丸組一系蒸気機関車は土木工事受け負い業者の大丸組が保有した蒸気機関車の一系式である五両が存在した鉄道員が品川沖埋め立て工事を実施する際に土木工事を受注した大丸組がその動員用として1911年8月にコッペル社の日本総代理店であった東京の夫をライメルス商会を経由してオーレンシュタインウントコッペル アルトゥール・コッペル社から5両を購入したキュートン C 型ベルタンク機である。この品川沖埋立工事は品川駅の敷地拡張と当時拡張の限界に達していた新橋工場の移設用地を確保する目的のものであり、必要となる土砂の量が膨大であったことから、伏線の軌道を仮設し、常時4両稼働体制で土砂を迅速に輸送すべく購入されたものであった。なお、 この工事は大規模な機械化土工を本格採用した、造成工事としては日本では最初期の事例の一つであり、多分に実験的な要素を備えていた。それゆえ、1915年の工事完了後は、大丸組ではこれらの機関車を持て余し、売却の手立てが取られた。結果、2両が草津京弁鉄道へ、1両が流山鉄道へ、1両が矢場系鉄道へ、道へ譲渡されている。 これらはそれぞれ、草津軽便鉄道1.2、流山鉄道4、ヤバ系鉄道4となったが、草津とヤバ系の3両はそれぞれ路線の電化と、改め機で早期に廃車となり、唯一流山鉄道4のみが、くびき鉄道に、譲渡されて、第二次世界大戦後も長く使用された。構造的には、コッペル社製機関車としては、初期の設計の最終機グループに属し、煙室部が、 感動部より一段細く多いのない古い設計の法和式、ギセルボイラーを備えている。加減弁はボイラー全面向かって左側の助手席側側側面に取り付けられており、そこから弁室に蒸気管を導いていた。このため蒸気ドームは比較的コンパクトな寸法となっており、加減弁を大きな蒸気ドーム内に内蔵し、そこから煙室を経由して弁室へ ボイラー内を通して、上機関を導いていたイカサ鉄道1系のような、新設計グループのボイラーを備える機関車と比較した場合、便が露出しているため整備は容易であったが、熱効率などの点ではやや不利な設計となっていた。第1から3道軸間の軸距は700プラス700ミリメートル、主導輪は第3道輪で、道輪はすべて三日月型のカウンターウェイト付きの、 スポークリンシンを備え、便装置として古風かつ特徴的な挙動を示す。アラン式を採用していることと、大枠上に置かれた釣り合いバネに用いる重ね板バネの上下方向がなぜか通常と逆になっていることが、本形式の外観上の特徴である。また、大枠内に水タンクを内蔵する、ウェルタンク機であるため、運転台前方左右に突き出したタンク上の部分は、機関士側が用具入れ、 助手側が石炭庫であり、給水は、機関紙側ランボード上シリンダ直後に突き出した、給水口から行う構造となっている。弁装地こそ古風であったが、全般的な構成は、当時のコッペル社の標準に従うものであり、シンプルかつ実用性の高い設計であった。首木鉄道2号蒸気機関車、旧大丸組4号基本車は、大丸組4に該当し、一旦、 流山鉄道に譲渡された後、首木鉄道が開業時に用意した、同じくコッペル製5トン機の初代3との交換の形で1915年に購入、二代目3としたものである。入選後、初代2が売却されたために、繰り上げで二代目2となった、9トン級 c 型機で十分な牽引力を備え、故障も少なかったことから、 積雪の多い寒冷地での使用に対応して、運転台側面への板引き戸の取り付け、前面窓へのひさし追加など、小改造を加えつつ、入線後は、首輝鉄道の主力機関車として長く徴用された。首輝鉄道に在籍した他の蒸気機関車は、戦後2両がディーゼル機関車に改造されたが、本機は、ボイラーの調子が良好で馬力が強く、また脱線しにくいことなどから、 当期の除雪用として、ロータリー車やラッセル車の推進用として、DC123 が、都価値鉄道から譲り受けされた後の1966年まで残され、この年の5月12日にお別れ運転を実施した、後、ボイラ検査期限切れをもって、同年9月に廃車となった。路線廃止後は、ナオエツの首自動車本社前にて、生体保存されていたが、西武鉄道に対応され、 国鉄長野工場で整備の上、1972年6月2日より山口線で1軒に県信号として復活を遂げた。1977年に台湾東洋講師より購入した五系無式の運行を開始したのを起きに首輝自動車に返却され、現在はかつての百軒長期観光に開設された首輝鉄道資料館にて保存されている。ありがとうございます。